どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活させる物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在8月6日阪神戦、いやということでね、首位攻防戦です。はい、いや伝統の一戦でね、首位攻防戦という盛り上がる可能性 100% なカードなんですけれども、まあ現在6勝9敗、まあ、これはあの阪神側から見てなので、まあ、9勝6敗なんですよね、巨人から見たらね。まあ、 あの得意としてる相手なので、やっぱりね、自走差の時にね負けてね、お前が足引っ張ってんじゃねえかって流れになるのだけは避けたいので頑張りたいと思います。はい、そして前回の試合からね結構飛んでるんですよね。もう1ヶ月経ったかな、前回7月5日とかそんな感じだった気がするんですけれども、その間にね国際試合、そしてオールスターがあったんですよね。オールスターは3対4、5対0で、まあ、パ・リーグが2連勝と。で、国際試合では日本代表が準優勝でしたね。最後ドミニカに負けてしまったんですが、まあ、まあ仕方ないところあるかな。はい、まあ、そんな感じでね、まあいろいろあったのでこっちのねリーグ戦では勝っていけたらなと思います。はい、ということでじゃあやっていきましょう。ちょっとつかみがよくわからなかったね今ね。はい、国際試合とのつながりがよくわからなかったけれども、細見さん、4.387勝3敗、そして怪我しました。はい、まあまあ、ね、20歳だもんね、仕方ないよ。ダルビッシュさんいいですね。大野さんいいですね。通算100勝達成してましたね、おめでとうございます。まあいいですね、悪くないですね、神っすね。はい、ちょっとね先発陣の高齢化が激しいですね。37歳35歳35歳34歳。高齢化が、でもさ仕方ないよね、元気すぎるんだもんだって。このベテラン勢がね、防御率 2.50 2.88 3.04 3.84、元気すぎる。そしてこの細見さんが落ちたら平均年齢もっと悪くなるからね。それ誰代わりにあげようか、迷うね。堀池さんスランプなんだよな、スランプじゃなかったら先発試してみようかなと思ったんだけど、まあ、原田さんかな、和製サバシアと呼んでます私はね。そしてパンダとも呼んでます。はい、本当はパンダそっくりだよね、顔パンダなんだよね。はい、まあ、そして、まあ、菅野さん一回落とすか、うん、菅野さん落として、どうすかな、先発ちょっとさ田口さん先発回すか。いやでもちょっと今うまくいってるもんな、厳しいな。となるとじゃあちょっとあれかな、高井くん行くか、やっぱやめた。北島さん上げときましょう。はい、うん、そうだね。よし、さあそして中継ぎ田口さんいいですね、上げようかなと思ったけどちょっとうまくいってるからやめときましたわ。先発に上げるって表現は良くないね、先発に、変更しようかなと思ったんですけどね。はい、なんか中継ぎが下みたいな言い方になっちゃったね。そして沼田さんいいですね、スランプなんだな、うん、いいっすね。そして中川さん上げてきたね、ほんと 2.79 まで上がったのは嬉しい。ちょっと小橋さん下げよう、小橋さん下げて、どうすかな、誰あげよっか、ちょっと悩むね。堀池さんスランプだしな、まあ、太田さんかな、あれ鍵屋さんもそろそろ上げても良さそうだな、鍵屋さんだな先に。でちょっと一回沼田さんスランプなくなるまで落とそう、こうだね、これがいい、うん、よし。さあそして野手の方ですね、さあどんな感じでしょうか。重信さんいいですね。はい、まあ、あのね個人的に打点数が盗塁数は、まあ盗塁数が打点数を上回ってるとちょっと燃えるタイプなんでいいね。まあまあまあ、まあ、もうちょっと打率欲しいけど仕方ない。神いいっすね、ちょっとなんか収束してきたね、なんか30本乗せる頃には2割3分とかなってそう。まあまあまあいいと思います、まあいいんじゃないですか。まあ守備は求めてないからね小林さんに関して、守備しか求めてないから小林さんには、守備求めなかったらダメだよな小林さんにね。そしてちょっと分かって入れ替えるか、ちょっとね、佐竹さんがね、結局2割1分4人だし、ちょっと北村さん上げます、小板橋さん下げるわ、で、おかわりさんも下げます、おかわりさん下げて、どうすかね、おかわりさん下げて、悩むな、湯浅さん上げるか、湯浅さん上げます、はい、これでいきます、さあ、ということでやっていきましょう。さあ、今日の先発ピッチャーは、マー君さんだ。そして相手高橋遥人さんですね、巨人キラーだよね高橋遥人さんね、巨人キラー好きそうな選手なんだけど。そして打線はこのままでいい、いいかな、慎吾さんめっちゃ打ってるんだよね、小林さん絶好調だしな、今日はこのままでいいね。さあやっていきましょう。さあ阪神タイガースと読売ジャイアンツやっていきましょう。さあ頼むから高橋さんから打ってほしいね。そして毎回パープルやるたびに思うんだけど、こんなもみあげすごいんだっけ高橋遥人さん。こんなもみあげすごいんだね。
さあ、こう見ると打線強いね、クリーンナップ。ハンセン、打率2割7分あったらすごい見栄え良かったけど、ちょっと打率下がりすぎだろ。ん？防御率ど、え？点の位置間違ってない？マジ？なんで11試合も先発で投げてんだよ、これで。マジか。先発いないのかな、阪神。なんでこれで2位なんだ？ああ。北条さん、確か送球 G だよね。チャンスあるよ、ショートに転がしたら。佐野沖さん、頼む。おあーダメだ、取られる。エゴスさん守備うまいから。くそ、エゴスさん本当ミート以外完璧だよね。2年連続規定再開、規定打率再開を今爆走してるけど、ゲーム内で防御率今日で10点台下回りそうだな。さあ、こう打線だけ見ると4番マジ4番多いイケメンっすな、マー君さんね。ねえ、パワープロのサクセスまで監修してるからね。そう考えるとすごいわ。あ、真っ二つ。重信さん頑張れ。サード行かせるな。これあれだね、高山さんと江越さんがスタメンってことはもう育成が成功した世界戦の阪神ですね、これね。あ、バント3割バッターにバント、おう3割バッターにバントか。一部のなんかデータを重視する人たちに叩かれそうなことやってますね。何でしょうかね、もうなんかあのツーベースバントツーベースっていう。相手高橋遥人さんなのに大丈夫かこれ。つかマー君さんがこんなポンポン打たれるっていうのがちょっと信じられない。采配言うほど外したっけ。 OK ナイス。君は打たないと信じていたよ、成績的に。つかさ、なんか後ろのさ広告がさ、なんかさパワー体じゃないのすごい違和感ある。なんかさ東京ドームの長嶋茂雄さんもそうなんだけど、あのね違和感あるよね、パワー体じゃなくて本当の人間だからさ広告はね。ヤクルトマジか、やば。これで交流戦1位争いしてたんだけど、交流戦なかったらどうなってたのか。あ、正直この成績が今岡本さんに求めてる成績な部分あるような。2割8分30本って、しかもまだシーズン途中だもんね、まだ後半戦始まったばっかだよ。ハンセン頼む、対左 B。 あ、まあ、外角構えられたらな、一発逆転。山下さん頼む、期待の若手なんです。もうそろそろちょっと期待の若手じゃなくなりそうだけど、どうだどうだ。What？ ちょっと待って、ちょっと待って、今ちょっとリプレイ見よう、リプレイ。つかこの球場広すぎんだよ、東京ドームなら入ってたろこれ。おおすごい、これめっちゃもう盛り上がるだろうな。うーわー、追いついたと思ったのに。ナイスボール。そのコース投げたら基本的にこの三振じゃね。コンピューター頑張ってそこだけ投げて、そこ打たれる気する、マジ怖い。振らなかった、まずまず振らなかったわ。エゴシさんマジでずっと使われてるよね、なんかパープルのコンピューターから好かれてる。 OK ナイス、3者連続三振いいね。初回だけだったね、100奪三振乗ってんのか、素晴らしい。さあここはちょっと、まあ小林さん、まあ頑張って。まあおおおおお、ダメか。そして鈴木大地さん3球団目か、これでね、すごいね。ロッテ、楽天、阪神、もう全地方クリアする気じゃないまた2アウトからの出塁か、走りましょう。いや、さっき2アウトからじゃないか、これは決まったな。はい、重信、はい、重信さん、いいですね。おお、使ってくるか。打てねえだろうな、采配外したし。これで打ったらマジで喜ぶ。はい、いや、わかんない、まだあのハイド君落とすかもしれない。落としてくれ落としてくれ落としてくれ。栄冠ないんじゃあるまいしね。てか栄冠ないでもほぼないような、フライ落とすの。あ、巨人のピッチャー減ってきたな、勝利数ランキング1位にいたのに。打線の方だっけ、打者の方すごかったよな、なんかな。直樹さんのところに飛ばしてヒットをしようなんてね、100年早いですよ。無理だよ直樹さん、多分めっちゃうまいからね。さあ高山さん、ナイスボール、いいね。今奥から見えるのは山本さんかな、
山本さんと吉田さんと山岡さんだよね、あれ多分ね。よっしゃ言えた。はい、巨人多いと思ったら阪神打点ランキング減ったのか、マジか。頑張れ。打率同率1位か。糸原さんにだけは打たせてはならない。そして坂本さんは絶対に打たなければならない。あー、外角構えてきた。抜けろ抜けろ抜けろ。あー、もうやだ。もうほんとこの試合マジで打てない。また外角、内角勝負なんだから外角構えないでよ、コンピューターさ。マジでなんで内角勝負なのに外角構えんの。打たせる気ないだろう。いや打たせないってゲーム的な意味でね。もちろん敵が打たせないのは当たり前なんだけど、ほらこの回全部外角構えられたわ。もうマジで外角構えたらボンタっていうのはもうほぼ決まってる。 90% ぐらいの確率です。それこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは近本、投げた。よし、 OK。 いいね。さあマー君さん、ほんと初回以外完璧だわ。さあハイドには打たれたくねえな。この成績の人に打たれたくない。どん詰まったな。あのコース結構監督試合だと打つコースに見えるんだけど、なんか大体さ、あの構えるコースでなんか打ちそうだな打たなそうだなってあるんだよね。 OK。 ボテボテ。はい、直樹。 OK。 さあこの回点取りましょう。さあみんな大好きハンセンさんの時間だよ。もうマジでコンピューター、マジさ、梅野さん外角構えすぎなんだけど、マジでつまんねえ。あのね、打たせ、まあ内角勝負なのに外角構えないでよ、もう。伸びていけ。小林さんの時だけ内角構えていくスタイルね。あのさ、ゲームとしてさ、もうちょっと外角打てるようにならないんだったら、あのもうちょっとさ内角構えるようにしてくんねえかな。ただでさえ内角ですらね、5割打つか打たないかぐらいなのに、こっちは内角勝負ってやったら内角構えるんだね、ちゃんと。 OK。 でも打たないんだな。マジで打てる未来見えないんだけど、高橋遥人さんから。多分これ内角構えたとしても打ってないよ多分。本当ない、外角勝負で内角構えないで、本当相手フルスイングなんだから。いやー、本当なんかな、不満言いたかないけどさ、パープル楽しんでるから、これだけはマジで不満、パープルやってて唯一の不満、これかもしれない。まあまあまあ、ここは仕方ない。さあ、重信さん、頼む。おお、どうした、ハイド、どうした、ちょっと見よっか、今。コンピューターがバグったな。走ろう。ナイスラン、オッケー。さあ一発勝負使いましょう。ここしかない、マジで決めるなら一発逆転。頼む。よし、オッケー。 145m。 なんかさ、前も打ったように横川さんがさ、サムネだった回も 150m 弾打ったけどね。そして今内角構えたでしょ。内角構えたら打つんですよ、まあまあな確率で。オッケー、素晴らしい。そう、これがね、これが配球のパターンで監督じゃない。ほら内角構えたら打った。オッケー。まあ必ず打つわけじゃないんだけど。よっしゃ。見たでしょ。今内角構えたでしょ。内角構えたら打つんだよ。結構な確率で。まあ、絶対打つわけじゃないけど、3割4割ぐらいは打つ。今梅野さん、ほら内角構えたら打ったでしょ。本当に。あ、この視点じゃ分かんねえな。素晴らしいですね。ただ現実だったらこれ跳ね返ってそうだよね、このガイアってやつに。ガイアって聞くとウルトラマン思い出すな。いたよね、なんかめっちゃさ、着地するだけでもうなんかあの街破壊してるやつ。あ、そして外角三振。ちょっと流し打ちたまにはやってみる。アウト。さあ3点取ったからね、ここから追いつかれないように頑張りたい。さあマー君さん、行きましょう。鉄壁の勝ちパがいるからな、うちにはギャレットと中川さんの。大丈夫、ハンセン、オッケー。もうさあ、このハンセンさんがさあいるだけで怖いよね。ナイスボール。ナイスボール。もう打たれる気がしないって感じでしたね。さあハンセンさん、ちょっと2割5分下回りそう、そろそろ。ナイバッチ、オッケー。
っぱ内角構えてくれるとまあまあな確率で打つね。さあハンセンダイソーだな。ダイソーで、さあドラフト1位勝見くんです。行きましょう。走るか。あ無理そう。まあ全ストだったら仕方ねえか、うん、これはまあ勝見は悪くない。仕方ない。やっぱ内角構えてくれた方がいい当たり。そして北条さん、うわはい、オッケー、ナイス、素晴らしい。中島内頼む。お小林、小林、小林さん、オッケー。外角打ったわ、素晴らしい。ついに外角を打った、オッケー、ナイス、いいね。外角もたまには打つからね、1割ぐらいだけど。いいね、小林さんが外角をさ、外野手の頭越え打つってマジであんま見たことないな、現実だと。送りバントでしょ。うまい、うますぎる。いいね、まさに三塁ラン、二塁ランナーを生かすための。お、望月さんってめっちゃ速いんだよね、たまね。なんか150キロぐらい投げてた記憶。ナイバッチ、いいね。さすがにこの試合は勝ったと言ってもいいんじゃないか。さすがにね。ちょっとエンドランやってみよう。おお抜けた、オッケー、よし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 、オッケー。いいね、ちょっと待って、あの今現実だったらアウトだからね、重信さん、危なかった。よし、オッケー。もうこれは勝つための。おー打った、いいね。なんかあれ、なんかこう外角打てるようになった。いいね、ただ次の試合打てなくなりそう。序盤が嘘みたいな展開だね。集中、ビッグベースボール使うタイミングちょっとミスってるな。坂本さん次回ってきたら使うか、回ってくるかは分かんないけど。ああ、いい球、速い、157キロ。さあまあこのままでいいね。さあ近本さんと相手するの怖いね。パープルプロスピの近本さんマジでチート能力、チート能力、チート成績だからね。リプレイをご覧ください。いけ。さあそしてハイド、怖いな。完璧、4番とは思えないな。この試合だけ打たないのかもしれないけど、でも1割7分だもんな。打てねえんだろうなきっと。あーやばい、はい、流し打ちやばいな。オッケー、さあ7回失点、素晴らしい。さあ左が続きます。もうここは打ってくれないと。おお、ちょっと外角普通に打ってると思ったら江越さんだった。江越さん守備範囲広いな、足も速いしね。さあ勝見さん1割7分2厘という貫禄の数字を残しておりますが、あ、いや、どうだ、江越さん守備うますぎるんだよな。くそ、でも北条さん早球時、ほら、え、アウト、セーフじゃない今のは。嘘でしょ、ショート転がしてたらチャンスありそうだよね。早球時なんだよな北条さん、パープロだと。現実でもそんなひどいの早球。さあそしてちょっとマークさん、これ関東いけるな。本当初回何だったのってレベルだったね。立ち上がり悪いのはよく聞くけどさ。さあ高め勝負、ローボールヒッターだしね相手。 OK、 てかパープルだとさ上にジャンプする悪送球多いけど、現実だとあんまりそのタイプの悪送球ないよね。現実だとね、パープルってマジでさ、そのベース上のさ上にはちゃんと行くんだけど、高さがおかしい悪送球多いけど、現実だとあんまり見ない気がする。まあ、あくまで気がするレベルですけど。振るなよ、振っちゃったと思ったらヒットだわ。これシングルなのか、セコンド。まあまあでもあれか、完投ね、目指してるしね。流し打ち、素晴らしい。この回全部采配外してるっていうのがすごい。さあ直樹さん、お、ここで使うか。まあこれは仕方ないでしょ、使われたら。そしてここで使うんですよね、こちらも。いやーし、素晴らしい、7対1。もうこれは勝ったね、さすがに。まさかね6点取られることないよね。さあビッグベースボールここで使おう。いけ、よっしゃ、
外角もあれだね、長打は打てないけど単打だったらごく稀に出るな。本当序盤打てなかったんだけどな。オッケーオッケー、本当ようやくだね。さあ行きましょう。大城さん続け。これは江越さんの守備範囲だろうな。江越さん守備ガチだね本当にね。いいね、ヒット数7倍。マルテここで出てきた。マルテさんまだいたんだね、もう5年経ってるけど。すごいな、5年間いる助っ人ってめっちゃ愛されてそうだよねファンから。イエーイ。さあ内角勝負頼むよ。さああと1人、もうねえ被安打に完封とか、完封じゃない完投とか完璧だよね。よし OK、 最後はキャッチャーフライでゲームセット。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。勝ちました、圧倒的だったね。久しぶりじゃないかなこんなに監督試合で打ったの、嬉しかったです。はい、まあ首位攻防戦でこういう勝利ができたのはね、本当今後に向けてもね大きいと思うので、よしよしってなんだろうね、ちょっと現場猫さんみたいですね。はい、ということで終わりにします。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です。さようなら。じゃあね。